はいさっききのの動画の続きです選挙でね国民の審判が下ったのに居座りを決め込んだ石破総理またそれを許してる自民党議員たち自民党の議員たちがね国民の意思民意をね汲み取れないようではこの国の方向性が まあ大きくずれたりね、まあ、経済にもねマイナスの影響が出てきますよ、これね、当然、こうした厳しい選挙結果を受けてね、今後の政治の行方だけではなくて、ですね日本経済にも大きな影響が出てくることが懸念されるわけですよ、特に選挙後の経済の行方についてはね、数量政策学者の高橋洋一氏が、ですねザクザクに貴重な投稿をしています。 そしてね今回の総選挙で統制を4倍に拡大したね国民民主党の玉木雄一郎代表の動きがね今後の経済の行方を大きく左右するとも言われてるんですね。というわけでですねここからその問題に深く立ち入りたいいと思います、えー、高橋洋一氏が投稿したザックザック10月29日付衆院選後の経済はどうなるのか石破首相の居座り野田立民との 大連連立立は期待薄、部分連立もある、再生できるのは高市保守政権と題する記事によればですね、石破首相が今後も続投する場合政局の混乱が続くと懸念されているんですね、えー、高橋氏はまず石破氏が自民党総裁選では解散は急がないと表明しながら戦後最短の日程で衆院選を強行したことも問題だと と指摘し、さらに処分済みの政治資金収支報告書不記載問題を蒸し返すなど自身の主張がぶれていると厳しく批判しているんですね。続けて高橋氏は石破氏が居座り続けることで、えー、旧茂木派や麻生派から閣僚の引き上げが起こり政権を維持するのが困難になる可能性が高いと指摘しましたこれもね強硬手段ですけどそういうこともありえるでしょうね。 自分たちが出している閣僚のね、えー、もうやめなさいということで、えーまあ、引き上げたらですね、もう内閣が成立しなくなるわけですよね。まあ、その結果、他の政党との政策連携や部分連立が模索されるかもしれないんですけども、えー、政策の違いが大きすぎるためどの政党もですね、泥船には乗らないだろうとも述べていますね。石橋が継続して、 政権運営を行ううのは非常に厳しい状況だと言えそうですね僕はこのように引用リポストしました高橋陽一氏が言うように高市保守政権ができれば日本経済にとっては最高だが今の自民党議員にそこまでの見識があるだろうか最悪石橋を居座らせたりせいぜい加藤勝信氏を中核とする無難な政権でお茶を濁すのが関の山ではないだろうかというふうに僕は 感想をポストししたんでですねねどうでしょうょか、ね、高橋氏はさらに石破氏が立憲民主党と大連立を組む可能性についても指摘しています。えー、両者、えー、これはあの石破政権と立憲民主党はともに、えー、左派であり、緊縮財政や金融引き締めなどマクロ経済政策で共通点が多いとしそうなれば景気は悪くなりデフレに逆戻りする恐れがあると厳しい見方を示しましたね。 えー、雇用も停滞し名目賃金も上がらず実質賃金も低迷するだろうと警告しています一方で高橋氏は石破首相が続投を断念し新たな総裁選が行われた場合についても言及しているんですね、えー、高市早苗氏が次の総裁候補として浮上していてもしね高市氏が総裁となった場合には 政策的に積極財政と金融緩和が進められる可能性が高いとしています高橋氏はこのような財務省の言いなりにならない確固とした保守政権が誕生すれば日本経済の成長やデフレからの脱却が期待できると指摘しているんですね、えー、高橋氏はまた今回の総選挙で議席を減らした自公政権が大連立に依存すれば 日本経済に明るい展望は見込めないと厳しい論調を展開しています。これが現実のものとなれば、石破政権の混迷とともにですね、日本経済はますます厳しい局面を迎えることになるかもしれませんね。まあ大連日だけはやめてほしいですね、立憲民主党と組むのはね。えここで注目したいのがね、今回の選挙で躍進した国民民主党の玉木雄一郎代表の動向なんですよね。玉木氏はおそらく経済政策的観点からは、 緊縮増税派の自民党左派の総理より積極財政派の高市早苗氏が次期総理になっていただきたいというふうに思っていると思いますね。えー、保守的なあ政策のもとでパーシャル連合つまり政策ごとに是々非で協力するかどうかを決める、まあ、部分連合なんですけどそういうパーシャル連合を形成することを理想的と考えているんじゃないかと僕は思ってるんですね、えー、僕もこの意見には賛成なんですね。 高市氏を中心とした保守政権が誕生すれば積極財政と金融緩和によって景気、えー、回復が期待できデフレからの完全脱却も見込めるんじゃないでしょうかね一方でもし石破首相が居座ることで自民党内の混乱が続けば最悪の場合政策面での迷走が続き日本経済が停滞してしまう危険性があります高橋の主張にに、もあったように 政策ごとの部分連立が形成されれば景気の見通しも改善し日本経済にとって朗報となるでしょう、えー、多くの国民が望んでいるのは経済の再生と安定した政権運営でありそこに対するビジョンが求められていると言えますよね門田隆昌氏はこのように指摘しています石橋相が部分連合を国民民主党に打診し、えー、主犯指名選挙でも協力要請したとのことだが 新政権の真を問う選挙で惨敗した政権に誰が協力するのか内閣改造もままならずそれどころか各派の閣僚引き上げさえあり得る事態歴史に残る無残な最後より自ら辞任表明を誰か進言してあげてくださいというふうに書いてますね、えー、ここでこれまでの玉木代表の言動から僕は次のような展開を予想しております これね、玉城氏がどう動くかですよ、展開1、立憲民主党を中心とした野党連立には乗らないという選択肢があります、こういう展開が考えられるということですね、これは、ね、なぜかというと、外交、安全保障、憲法改正、エネルギー政策、えー、経済政策ですね、これはあの積極財政か、緊縮財政か、あるいは金融緩和か、金融引き締めか、あるいは減税か、増税かなどですね、えー、こういったところに関して、ですね、まあ、ばらつきがあるんですよ、基本政策にね。 ですからあの、立憲民主党を中心とした野党連立はこれもばらつきが多すぎるので多分乗れないと思いますだから展開1はね多はないんじゃないかなと思うんですが展開に石破政権の閣僚にはならないということですねいつ沈むかもわからない泥船に乗りたくないということですよねせっかく取り込んだ自民党の岩盤保守相の票を失いたくないということになるんでしょうね、まあ、今回ね、えー、国民民主党が伸びた原因の一つは、まあ、僕もそうなんですけど えー、岩盤保守層、ねえー、自民党これまで支持してきた岩盤保守層の一部が、ですねやっぱり国民民主党の方に流れたということなんですよね、えー。ですからね、国民民主党の玉木さんたちもね、その辺のことについては結構もう分かってらっしゃるのでね、えーまあまりね、えー、左派の動きに同調したりすると、えー、自分たちのせっかくね、えーまあ、獲得した票とかね、あるいは議席がね、減ってしまうと。 いいうふうふにやっぱり考えてると思いますよ、まあ、ただしねあのトリガー条項凍結解除とかね、えーまあ、1995年から、ね、変わっていないこの非課税枠ですね給与の非課税枠ってあるでしょこれ基礎控除が48万であと給与所得控除が55万でしたかね、えー、ちょっと覚えてませんけどなんかそうだったという記憶がありますけれども時々僕もねあの自分で確定申告したりしてるのでなんかその数字を覚えてるんですけども。 えーまあ、その拡大ですね要するに非課税枠の拡大ですねそれと引き換えに部分的な協力ということはするかもしれないというレベルですねまあ1995年からですねこの非課税枠というのが変わってないんですよねただ1995年からね今2 0 2何年というレベルでしょそうするとねこれはあのかなりですね物価もね上がってるわけですよねそれから時給なんかも、まあ、最低賃金も上がったでしょ それなのに、ね、この非課税枠の,その金額が、ね、103万で、えー、まあ維持されているということはですね、これはやっぱりおかしい話なんですよね。やっぱりこの非課税枠をやっぱりちょっと広げてですね、えー、まあつまり最低賃金の上昇率分ぐらいはやっぱ上げてです、ね、103万じゃなくて150万とか170万とかね、それぐらいにしていかなきゃいけないと思うんですよね。 えこれはね、やっぱり手取りを多くしようというねこれ国民民主党のおまあ経済政策の一つですからえこれをね実現してくれるんだったらあるいはトリガー条項の凍結解除なんかをやってくれるこの2つぐらいはねやってくれるというんだったらまあ主犯指名選挙でねえまあ自民党の総裁に入れてもいいよということになるかもしれませんね。展開3ですす高市政権が誕生すれば閣僚として参加するかパーシャル連合を組むということです。ね えー、この可能性はまあないわけではないですね、展開に展開さんはあり得るだろうなと思いますよ、あの場合によってはですね経済政策、つまり積極財政や金融緩和の維持、それから減税など、この辺はですね高市さんの考えと非常に近いですからね、あるいはエネルギー政策や会見などについても、ですね多くの分野で協力関係を築くことができるというふうに、まあ、玉木さんは考えていると思うので、場合によってはね閣僚として、財務大臣とかね。 参加することもあり得るし、パーシャル連合って言ってね。えー、まあ、この政策ごとに。まあ、是々非でね、あの、賛成したり反対したりするという形ですけれども。それをね、長期的に組んでいくということも、考えられると思うので。えー、まあ、展開さもね、場合によってはあり得るというふうに思います。僕としては。まあ、玉木代表の、理想的な動きとしてはですね、さなんですよね。展開さですよ。自民党の議員たちが国民の意思をしっかり理解してね。 高萱さ,さんを総理総裁にすることが、まあ、重要なんですけどもね、えー、総選挙後の今の党内勢力図からいうとねこれもなかなか厳しいかもしれませんねすんなり高市さんっていくんでしょうかね本当なんか不思議ですよねなんかそういうふうにいかないように持っていこうとしてるような気がしてなりません、えーまあ、しかしだからといってですね石破続投もやっぱり許されないでしょうからね石破氏に近い 林芳正氏こと林鳳世氏を担、ね、ぐかあるいは、高市派にも、まあ、反高市派にも、まあ、敵がいないと言われる穏、ね、健、まあ、派の加藤勝信辺りに、ね、当面敗戦処理内閣を任せるかという話になる可能性が高いのかもしれないですね。まあ、誰が出てくるんでしょうね、まあ、いずれにしても石破氏がずっと続けることは僕は厳しいと思いますね。 今の自民党の議員のね実力から言ったらどうなるかということですけどね高橋洋一先生や、まあ、僕がね推す高橋政権が誕生する可能性はね今のところ決して高いとは言えないんでしょうけどね、まあ、今回の石破氏の失敗に学んでくれれば、まあね、少しは良い方向に向かうかもしれないんですけどねぜひ、まあね、自民党の議員さんたちしっかりしてですね え今回は高市早苗さんをね総理総裁にするようにねぜひみんなでね努力していただきたいなと心から願っておりますあなたはどうお考えでしょうかではまた good luck チャンネル登録をよろしくお願いします。